レッテル貼り、勝利宣言、逃亡という行動が多い方が世の中にはいらっしゃいます。これは一般人としては違和感のある行動と思っていましたが、それを指摘する声は少ないようにも感じていました。ネット番組に出るような方の中では当たり前の行動なのかなと思っていましたが、北村弁護士がその点について言及されていたのでご紹介します。2021年4月20日火曜日の虎ノ門ニュースより。例えば中国のやってることはおかしいとか、日本国憲法っておかしいとかってのはごく普通でしょ。これごく普通の感覚ですね、これ自体は。そうなんです。そういうのがね、おかしいというような、そういう言論空間を朝日新聞とか地上波のテレビが一生懸命作ってきてるわけです。何十年もかかってね。だから言論を封じないと困る人たちがたくさんいるんですよ。普通の感覚で喋ったことに対してレッテルを貼って抗議しなければ都合の悪い人たちがたくさんいるってことは事実です。はい、少しずつその溝を埋めていきたいと思います。ありがとうございました。エンディングの時間でございますとのことです。北村弁護士が言っている対象は主にメディアや左翼界隈かと思います。私は自称ナンバーワンさんの界隈がレッテル貼り、逃亡が多いと感じていますが、これは左翼界隈と同じ行動パターンだったんですね。動機も同じだとすると、その理由は相手の言論を封じるなのかもしれません。妙にしっくりくると感じるのは私だけでしょうか。北村弁護士の言う都合の悪い人たちってケンコウ君だったりしてね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。